俳優の横浜流星が17日、自身のインスタグラムにてライブ配信を実施。自身の髪型やヒゲについて語った。しばらく金髪にしていたものの、この日の配信には黒髪に戻った姿で登場した横浜、金髪に合ってました、というコメントを受け、ありがとうございます。今もう黒に戻って、どうするんでしょうね今後。やっぱ自分らは好きな髪型できないんでね、と役柄によって髪型を決めるため自分では決められないとし、でも楽しいですよ、役でいろんな髪型できるのって、と語った。また、坊主にもしたいね、といつかは坊主もやってみたいという願望も明かした。さらに、金髪の横浜流星はかっこよすぎた、というコメントには、じゃ金髪じゃなかったらかっこよくないの。どういうこと、と横浜らしい返答で笑いを誘い、そんな流星くんも好きです、という声には、ありがとうございます。優しい、と笑顔を見せていた。さらにこの日はヒゲを生やしたスタイルだったことに言及するコメントを見つけると、ヒゲはしょうがないでしょうよ。生えますよ、と触れ、もちろんテレビに出るときとかは剃りますよ。でも皆さん僕がいくつか忘れてますか。26歳の男を想像してみてください。生えるでしょヒゲ、と冷静に説明。脱毛をしない理由として、自身は美意識が高くないことに加え、ヒゲがなくなったことによって役の幅が狭まるので、それは良くないでしょ、役者として、とより幅広い役柄を演じるためでもあるとし、なのでそこは多めに見てよ、とお茶目に話していた。